世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。今月も始まりました丹波篠山丸井のテレビ、司会は私松岡美穂と篠山芳明高校放送部の上野杏です。よろしくお願いします。今回のオープニングは安島認定こども園、安島幼稚園、住吉園の皆さんでした。撮影終了後には丸井野くんは園児の皆さんと写真を撮ったり握手をしたりしているのですが、今回は人数がとても多くてびっくりしていたみたいです。でも丸井野くんも園児の皆さんにいつも元気をもらっているみたいですよ。本当にありがとうございました。さて上野さん、はい、今月12月ということで、はい、もうすぐ今年も終わりですね。そうですね、本当に1年経つのは早いですね。はい、ね、今年も松岡さんは出館者祭や味祭りなど市内のイベントでも司会をされていましたね。はい、松岡さんにとってこの1年はどんな1年でしたか？そうですね、もう本当に一言で言うとあっという間の1年でしたね。あっという間でしたか。はい、でもとっても充実した1年だったと振り返ってみて思いますね。はい、よかったですね。上野さんはどんな1年でしたか？はい、私はその NHK の放送コンクールの全国大会にも出場させていただいて、はい、去年が成長できたかなという年なら今年は成長できたなと胸を張って言える年でありました。素晴らしいですね。はい、はい、本当にいい年でした。さて今回の丸井のテレビでは篠山市の今年を振り返る平成26年篠山市政重大ニュースをお届けします。はい、数あるニュース候補の中から10項目が決まったわけですが、何に決まったかを知りたくなった篠山芳明高校の放送部員5名が酒井市長に重大ニュースについてインタビューをしに行きました。どんなインタビューになったか楽しみです ね。酒井市長には今年1年を漢字1文字で表すと何かについてもお聞きしているみたいですよ。漢字といえば先日日本漢字能力検定協会から発表があった今年の世相を表す漢字は税という漢字でした ね。消費税の増税など税に直面して税について考えさせられたという年ということですね。酒井市長はどんな文字を考えていらっしゃるのかも楽しみですね。はい、はい、では早速 VTR をご覧いただきましょう。それではどうぞ。皆さんこんにちは、篠山芳明高校放送部です。私たちは今篠山市役所に来ています。これから酒井隆明市長に篠山市政重大ニュースについてお話を伺いたいと思います。それでは行ってきます。平成26年、篠山市政重大ニュースについて酒井隆明市長にお話を伺いたいと思います。はい、酒井隆明市長よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。世界の皆さんこんにちは。こんにちは。はい、これ知ってますか？はい、この世界の皆さんというのはね、今年からね篠山市の挨拶の言葉で流行っているんです。重大ニュースの一番は世界の皆さんこんにちはなんでやねそうなるようにね、はい、また皆さん、はい、流行らせてほしいと思います。はい、そうですね。はい、まあ行きましょうか。はい、では早速、はい、重大ニュースその1。はい、はい、丸犬のお友達マメリン登場ということですが、はい、ね、どうですか、あのマメリン可愛いですね。はい、そもそもがね、昨年の1月に子ども会議をした時にね、小山小学校の子どもたちが丸犬にガールフレンドを作ったらどうかという提案をされましたので、で彼女を募集したんです。はい、どうですか皆さん。マメリンはリボンとか服が枝豆をモチーフにされてて可愛らしいですよね。はい、そうですね、もうね、マメリン非常にね可愛らしいというて、はいはい、人気が抜群です。はい、一度丸井のテレビにもこの丸井とマメリンちゃんが来てくださって、出ましたか。はい、とても可愛かったです。すごく可愛かったです。はい、でこの丸井のくんなんですが、マメリンちゃんのどこが好きなんですか？どこが好き？はい、うん、それはやっぱりね、このパチッとしたお目目とね、はい、ギュッとこういうスマートな体型、くびれが体型プロポーションですね。プロポーション、はい、
はい、気に入っています。はい、はい、はい、次行きましょうか。安定用素材5万人分備蓄ということですが、はい、これがね、安定用素材、これはね、あまり楽しい話ではないんですけどもね、笹山市も福井の原発からね50キロぐらいの距離にありますので、万一ですね事故が起こった時に、甲状腺がんを防ぐためにこの安定用素材が必要だと言われていますので、これをね、この3月に5万人分購入して今備蓄をしています。はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃん、はい、地域おこし協力隊4人移植というニュースですが、はい、地域おこし協力隊、皆さん聞いたことありますか？はい、一度聞いたことがあります。はい、笹山市、どうしてもちょっと高齢化した若い人が少ないところがありますのでね、そういうところに若い皆さんに入ってきていただいて、一緒になって地域おこしをしてね、だからね、都会の子からするとね、この笹山っていうのは大変魅力がたくさんあるんです。はい、どういった魅力がありますか？やっぱり美味しいものがたくさんある、はい、そして自然が豊かで、はい、空気も美味しい、はい、黒田さんはそれに加えて、市民の皆さんがとても優しく、はい、挨拶をいつも返してくださいます。はい、はい、そういうことなんです。こういう笹山へ来るとみんなが挨拶をして、この人間関係が、ね、非常に良いということ、この何気なく私たちが見ているこの里山とか田園風景が非常に素晴らしい、ね、そこに生き物がいたりする、こういうことからね、もう将来は笹山で住みたいと言うて来ていただいてるんですよ。私たちも将来笹山市に貢献できるような大人に、はい、なれるように頑張ります。はい、はいはい、ではこの絵のマイクロカフェなのですが、市長はマイクロカフェにいらっしゃったことはありますか？一遍だけあります。はい、私はないのですが、はい、このマイクロカフェの魅力や他のカフェとは違ったところがあれば教えてください。大変おしゃれですね。おしゃれ、はい、おしゃれです。はい、はい、こんなことを始めるなんてことはね、大体私らには考えつかないですけどね、はい、彼らならこされですね。はい、どこが味が違うかちょっともし私も、はい、それはまた皆さんが来てみて、はい、はい、そうですね。では、はい、次、笹山市見守り支援サポーター事業開始ということですが、はい、これはね、笹山市はね、非常にこの地域のつながりが強いところなんですけどもね、やっぱり一人暮らしの方も多いし、いざ災害があった時なんかはね、やっぱり助け合うことが一番大事ですから、そういったことをさらに強めるような事業を始めたということなんです。で、一番右の方がですね、写真がですね、笹山豆に見守りたい、わかりますか？豆に見守る、豆と豆だけに豆というのはね、はい、こまめにというそれと笹山の豆をかけてやるんですね。はい、で、いろんな事業所の方がたくさん加入していただいています。郵便配達とか、物を配達に行った時におかしかったら、何かこう笹山市に連絡してもらおうと、おかしいことがあったらね、そういう制度です。はい、はい、次行きましょう。いい、はい、次、はい、愛知県犬山市と姉妹都市締結調印というニュースですが、はい、はい、この4月に笹山市は国内で初めてとなるんですけどね、犬山市と姉妹都市提携をいたしました。右の方の写真が、あ、すいません、向かって左の方の写真がその時の、締結の時の写真です。で、この右側が、これ分かりますか？この写真、犬山城ですか？国宝の犬山城なんです。はい、ここですごい、とても桜も、どういうつながりかというとね、はい、笹山のお殿様青山家、そこからこの犬山の鳴瀬家に養子に行かれて、でそこの鳴瀬さんのお殿様になられたんです。はい、でね、この犬山城ね、これを守られたのはその笹山から行かれたお殿さんなんです。そうなんです。はい、ですから犬山行ったらね、笹山の人は大変感謝されるんです、この国宝、すごい、この犬山城を、ね、笹山からの来られたお殿さんが守っていただいたという、大変感謝をしていただいています。はい、また、
はい、ぜひぜひ行きたいです。見学旅行に行ってください。はい、ではこの犬山市なのですが、この特産物やおすすめのスポットなどはありますか？そのね、はい、左の写真に写っています真ん中の方ね、知ってますか？河合雅夫先生、ね、世界の春猿博士、笹山から犬山に行かれて、犬山にねモンキーセンターといってね、猿とかチンパンジーがおるんですけどね、はい、そこの所長をずっとされて、犬山の名誉市民にもなっておられるんですけども、モンキーセンターが一番有名ですかね。はい、はい、はい。笹山城下町地区が都市景観大賞受賞というニュースですが、はい、この6月にこの笹山市がね、非常に美しい町づくりが美しい、景観が美しい、まあ、城下町の景観とともに、まあ、周辺の、ね、農村の景観が美しい、こういうことから、まあ、国から高く評価をしていただきまして、大賞というね、はい、新しい情報、すごいですね、すごいですね、はいはいはい、ありがとうございます。はいはいはい、この受賞された時のお気持ちは、私すごく笹山市民として嬉しかったのですが、です、ね、市長はどういうお気持ちでしたか？はい、ね、左側の写真に写っていますように、この町並み保存会 の、 皆さんと一緒に東京に行って受賞しましたけれどもね、長い間のこういう町並みを守ってきた皆さんの活動が高く評価されましたのでね、本当に皆さん感慨無量のものがありますね。はい、でようやくこれ認められてきましたので、まあ、これをこれからもね、皆さんもね、未来に引き継いでいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次に行きましょう。はい、議員提案で笹山市被災者生活支援条例制定施行というニュースですが、はい、ね、ちょっとこれ話が難しいですね。はい、被災者生活再建支援というね法律があるんです。これ自然災害で台風とかね、家がこう潰れた時にね、生活再建のお金を国が300万円なんですけどね、まあ出しましょうという制度があるんです。で昨年のですね、大雨で笹山市は 2個の家がね、はい、その潰れてましてね、はい、で私もね、あ、国の法律が適用があってそのお金が交付されるんだろうなと思っておったら、されないんです。されないんですか？なぜかというとね、一定規模以上の大きな自然災害じゃないとね、ダメだと国はおっしゃるんです。うん、ちょこっとした災害ではダメだと。もっとたくさん家が10個以上でしたかね、大きな災害なければ出しませんと、こういうことでしたので、はい、それならば笹山市が独自にその条例を設けて、その分お金を出しましょうという、こういうことにしたんです。それも議会のね、議員提案という形で出してもらいましたので、これもね、全国的にはね、一つあるか二つあるかぐらいの大変珍しい条例になっていました。どうですかの温かい配慮ができとるでしょう。はい、すごいです。はい、はい、任せてください。はい、ありがとうございます。では、はい、中学3年生までの医療費無料化開始ということですが、はい、もうこれがね、今年の一番のね、笹山市の目玉の事業なんですよ。もう皆さん中学3年生じゃないですから、はい、もう高校生なんですが、すいませんね、残念ながらそこまでいかないんですけどね、中学3年生まではもう無料にしましょう。まあ、一定の所得の制限はありますけどもね、だからそこまでね、できるだけ配慮して子育てしやすいような環境を整えようという、こういうことなんです。はい、笹山市ね、財政上厳しいんですけどね、去年はですね、子どものインフルエンザの費用の助成を始めたりね、1年に1つずつ何かそういったね、施策を充実させようとしていますのでね、はい、どうですか皆さん、将来子育てするのはどこがよろしいか、はい、やっぱり笹山ですね。はい、はい、一つ一つ充実とさせていますのでね、はい、皆さんね、安心してください。はい、はいはいはい、これからにもそうですね、楽しみですね。はい、では次、はい、笹山市の魅力を生かす独自条例施行ということですが、うん、はい、今言いましたようにね、笹山市の美しい町並み、
農村の景観、こういうのを守っていく必要があります。でこれをね、あの市民一人一人がもちろん大切にして守っていくんですけれども、やっぱりその大切にと言うとるだけではなかなかね、やっぱ守れなくなりますので、きちんとしたルールを設けましょうということで、ここ数年ですね、景観、ね、長見の景観の、ね、計画を立てたり、この今回の広告物、これがね乱雑にならないように取り決めをしたり、はい、土地利用の条例、やっぱり笹山市は農と農業の都という、こういう宣言をしていますので、そういった笹山市にふさわしいような土地利用をみんなでしましょうという、こういったことを、ね、決めてやっていますのでね、はい、まあ、こういった取り組みを市民挙げて進めていきたい、でこれからも本当に美しい住みよい町にしていきたいと、こういうことです。はい、はい、それでは最後のニュースです。はい、笹山市みんなの手話言語条例制定へというニュースですが、はい、ちょっとしますよ。はい、世界の皆さんこんにちは。あ、これが手話ですね。お、はい、世界のというのはこれ地球儀です。地球、世界の、はい、皆さん、皆さん、こんにちは。これ人と人がこう、お辞儀をしとる、お辞儀を、うん、これがね、まあ、手話です。はい、で、手話も一つの言語と認めてね、みんなで理解をしましょうという、こういう条例をこの12月の議会でね、はい、決めていただきました。ありがとうございました。はい、ここまで平成26年笹山市政重大ニュースについて市長にお話を伺ってきましたが、この1年でたくさんのニュースがありましたね。はい、まあ、比較的、まあ、大きな災害とか、まあ、事件とかなくはありませんでしたのでね、はいはい、まあ、平穏な、まあ、1年だったと思いますし、このように、まあ、いろんな取り組みが、ね、まあ、できてきたんではないかと思います。はい、以上平成26年笹山市政重大ニュースでした。酒井孝明市長、ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのニュースがありましたね。それでは、では市長、ズバリ今年1年笹山市を漢字一文字で表すと何でしょうか。お願いします。わ、はい、かりました。出る、出る、出ていくの、出るですか。これはね、世界の皆さんと言いましたが、笹山市の魅力を、ね、国内にも世界にも PR していこうと、出ていきました、出ていきましたと、こういうことです。どんどん攻めていくって感じですね。はい、これが行くぞということです。この PR などによって世界に笹山が広く知られていくといいですね。そうですね、はい、はい、ね、今年はね、3月に創造都市ネットワーク、ユネスコの、ね、創造都市ネットワークに加入をするという申請をしました。その町の持つ文化とか、伝統的な技能、工芸とか、そういったもので、ね、活性化させようという、そういった都市が世界で60カ国ぐらい加入していましてね、笹山市もこういった、ね、文化の豊かな町ですので、こういうものを生かした町づくりにそこへの加入を申請をしました。残念ながら今年はね、認められなかった、はい、残念です、非常に、いや、気落ちすることはないんです。はい、はい、だいたいね、今年認まった鶴岡市、浜松市、だいたい4年から5年ぐらいかかってますからね。あ、そうなんですか。うちはまだ半年ぐらいですから、ちょっと無理ですので、これからまた粘り強くね、頑張っていきますから、安心してください。はい、それでは市長、最後に世界の皆さんにメッセージをお願いします。はい、笹山市はね、先ほど言いましたように魅力のたくさんあるところですから、もう世界の皆さんにも来ていただくように、また世界に発信していきたいと思います。はい、頑張っていきますので、皆さんも頑張ってくださいね。はい、はい、何頑張りますか。挨拶とか、それこそ世界の皆さんとは言いませんが、挨拶頑張りたいと思います。はい、私はやっぱり部活動を一番頑張りたいと思っています。はい、ね、まだ高校1年生ですから、ね、将来有望ですね。うん、私もこの間まで高校生だと
思ったんですけどね、早年を取っていきますので気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。豊明高校放送部の皆さん、ありがとうございました。市長との掛け合いがとっても絶妙でしたね。そうでした ね、 ね、上田さんはいかがでしたか。はい、いや本当に市長って笹山大好きなんだなと感じたと同時に、ね、あ、2年前の私も彼女たちみたいだったのかなと考えにも深みました。なるほど。さて松岡さん、はい、こちらがその重大ニュースなんですが、はい、松岡さんはこの中ではどれが一番印象に残っていますか。そうですね、やっぱり私は地域おこし協力隊4人移植というニュースですね、はい、はい、現役の大学生が笹山地域活性化のために一生懸命いろんな工夫をしながら活動している姿がとても印象的でしたね。そうですか、はい、上野さんはいかがですか。そうですね、私はやっぱり一番上の丸いのの友達、うん、マメリン登場。なるほど、はい、ね、とっても可愛かったですね。可愛かったですね。このスタジオにも来てもらいましたし、ね、またオープニングで2人で仲良く踊ってもらいましたし、ね、はい、はい、これからもっと笹山に浸透していってくれるといいですね。そうですね、もう笹山だけではなくてもう世界中にね、マメリンちゃんと、ね、マリノ君がね、浸透していけたらいいなと思いますね。はい、はい、それから酒井市長がお書きになった今年を表す漢字は出出るという字でしたね、はいはい、昨年の丸井のテレビでお尋ねした時は進進むだったので、昨年と合わせると進出になりますね。そうですね、まさに笹山市がさまざまな分野において進出していくという礎を着実に築いてこられたというところでしょうか。酒井市長ありがとうございました。ありがとうございました。では続いて街角映像ニュースをお届けします、はい、今月は12月14日日曜日に行われました古市技師祭と12月21日日曜日に開催されました笹山市食育推進大会の模様をお送りします。それではどうぞ。うちの先祖の不破和右衛門をこちらの方で祀ってられるというのを非常に驚いて、まあ、なんかご縁があるかなと思って来させてもらってます。
はい、これを出して、一番最初これを出します。ちょっとね、紐のくぐり方をきっちりしたら前へずっと行きませんから、ここを開けない、しっかりくぐっとけよ。刀が来るぞ。右手を上げとく、左手でもこういうふうに、こう真ん中を槍持ってる方向に。もしもし、高見さん？高見ですけど、ちょっと待ってね、変わります。平成22年度から、はい、開催されていまして、今年で5回目になります。で、初めは町内の笹山市の町内の方と一緒に連携をして、地域に根付く、食育という言葉と、それから実際に皆さん食育ってどんなことやろうということで、疑問に思われていることとか、どんな風にしたらいいかということで、発信源になったらいいかなということで始めさせてもらいました。小さな子どもさんに笹山のたくさん山とかにたくさん特産物が田んぼとかにねありますよね。でそういったものを使って郷土料理っていうのがたくさんあるので、子どもたちに食べてもらって伝えていくっていうことがすごく大事だと思います。食べることによって子どもも、脳の中に記憶として残っていって、少し、大学になったりとか成人した時に都会へ出ていった時に、笹山で、あ、こんなおばあちゃんに食べさせてもらったわ、お母さんに食べさせてもらったわっていうのを、ぜひ記憶として残しておいてほしいっていうのが大きな今年はテーマになってます。私たちが孫や子どもたちに料理を作る、一緒に食べる、孫や子ども若いお母さんと共にキッチンに立つことが大切です。作る楽しさを子どもたちに伝えていきましょう。環境教育の一環として栽培から食育まで一貫したプログラムを確立し、市内の学校中にその存在が広がった。3、カーテンの活用法や有効性が確認でき、交流や緑の癒しで人々の生活を豊かにした。そんな時には男の人一人でも自分ででも料理ができるようにな、考えてほしいね。みんながおいしいおいしいって食べてくれましてね。そんでこのバスどこまで行くの？このバスはね、50周年に向かって行けるよ。10年後みんな元気でいるのか。元気元気。泉会で習ったことしてたら10年後も20年後かって元気でおれると思うよ。まあ、とにかくですね、作ってそして子どもに食べさせる、そうしないと伝わらないということですね。どんなことをしてでも作って食べさせないと伝わりません。だから伝えなければならないし、伝えたければですね、作ってあげてください。特にここら辺は山の芋とかね、丹波栗、そして枝豆とかがみんな豊富なんですけれども、そのような食材を体に入れてもらったら、また
丹波の元気な子供になるのかと思いますけれども。さて今回の放送も終了の時間となりました。次回の放送は来年の1月30日です、はい、今日はこの辺で、お相手は松岡美穂と上野杏でした。皆さん良いお年を。世界の皆さん、さようなら。